皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスのプレイングサッカーということで、また、シャッフルモードですね、これをやっていこうと思います。はい。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作るという非常に、運要素の絡んだ何回でも遊べる面白いものですね。頼む。あ、久保引いた。わ、なんだこれ。日本人ばっかじゃん。あ、ラモスいますね。うわー、なにこれ、マスチアナもいる。はい。ラモスとマスチラーノ、バルセロナ・レアルで、犬猿の中ですけど、なぜか引いちゃいました。このコンビ、ディフェンス面白いですね。うわぁ、絶対に混じり合わない二人が。なにこれ。うわぁ、強いしかも。うわぁ、かなり強いですね、なんか。いや、これはどうなんだ。あ、キーパーの矢。うわぁ、もうこれは。いやぁ、これはいけるでしょう、相当。はい。で、どうしようか。攻撃選び方難しいですね。南野を絡めるか、柴崎は絶対に絡めたいところですね。遠藤渡るか。この辺の選手。この辺の選手はいっか。いや、遠藤渡る強いな。でですね、これポイントは何かというと、ディフェンス申し分ないですね、これ。ノイアーが守るんで。カバーリングもバッチリということで。で、攻撃ですね、要は。はい。というか、ほとんど、日本的なチームになるな。どうしようかな。こういうのもあるか。はい。柴崎絡めて。柴崎、なるほどね。ウィング一人欲しいですね。スピードのある。いや。左捨てますか。ね。スピードないですからね、全体的に。はい。それが通用するかどうか。エンドをどっかに入れたい。で、攻撃になんとか一人弾き出さなきゃいけないんですけど。うわぁ、この人か。この人使えますね。もともとスピードあるんで、使えますね、全然。で、エンド渡る。はい。で、ここの、ラストパス、パサーが一人。ちょっと低いな。いや、山口の方が高いとか。まあ、これですね。はい。ほとんど右側というか、上。ほとんど日本人で固めちゃいましたけど。かなり変則的ですけどね。やったことないですけどね。うまくいくんですかね。これ、センターフォワードが久保だけという。しかも右側配置で、左はもうほとんど完全に捨てるという感じで、香川サイドに張って。いや、でも香川。そうだな。香川ですね。多分。久保よりも香川と。はい。柴崎、南野、久保、香川の黄金カルテット。これが機能するかどうか。ディフェンスは申し分ないですね。はい。これちょっと微妙ですね。わかんないです。相手ベルギー引いちゃいました。強いですね。最強チームかもしれません。あれなんで久保がめっちゃ開いてんな。はい。久保ここに走ってるんで。いや、強い。わぁ。久保の強さが出ていきなり。久保なんか弾き飛ばしましたね。敵を。いや、ベルギーですよね、相手、相当強いはずなんだけど。はい、ここにアザールがいるんで。うわぁ。うわ、やばい。ラモス何やってんだ。ラモスが上がっちゃいましたね。うわ、やばい、これ。はい。まあ、マッチェラーノが抜かれなければ、うわ、これ1点ですね。はい。ほぼ1点。ノイアじゃなければ入ってもおかしくない。うわぁ、すごいな、なんか。これかなりなんか攻めやすい感じが出てますね。はい。久保の動き出しで1点ですね、今。スペースうまく見つけました。ベルギー非常に強いチームですが、なぜか、すごいやりやすい。なんだろう、これ。でも攻められてんのか。やっぱり、日本が強くなってるっていうことだと思いますね、これ。全然ベルギーに、このメンツで負けてないというか、ベルギーが甘い守備をしてるようなイメージになってる。あ、コンパニーがいいのか。コンパニーは要注意ですね。ここだけ避けないと。あ、やばい。マスチラーノの裏だ。ここは、ラモスがいるんですね。はい。マスチラーノが抜かれてもラモスがいれば大丈夫って感じで。よいしょ。わ。えい。わー、惜しい。はい。わー。そうか。
ちょっと攻撃が今停滞してますけど、はい、これは、うわ、強いな。ベルギーアンカーがちょっと甘いかな。コンパニーは申し分ない、激しい守備やってますけど、アンカーのポジションに人がいないような気がする。わ。はい、やっぱり攻めが強力ですね。ここは知ってるんで使いますか。ちょっと中央に逃げましたけど。遠藤渡る、頼む。はい。南の柴崎、久保、香川。ああ。香川のところで取られちゃいました。はい。香川に、わ、香川に落として。わ、コンパニーか。やっぱりコンパニーは、すごい容赦しない守備ですね。完全に取りに行きますね。わ、すごい。今のインターセプトは。ダイレクトパスなんですけど、後ろ向きの。あっさりカットされちゃいました。えい。落として、落として。はい、香川にちょっと絡ませて。うわ、惜しい。やっぱりベルギー強いですね。はい、久保の動き出しでシュートまで行きました。久保がかなりいいですね、やっぱり。この動きができるなら。はい。南の久保と。久保で、あ、コンパニーに引っ掛けましたね、今。やばい。これは、やばいぞ。はい。ラモスがきっちり仕事してくれてるんで、問題ないですね。はい。久保の動き出しで1点と。まあ、その前に、南野ですか。いい。引いてもらう動き入りましたね。やっぱりこの辺のコンビネーション、動き出しのタイプが揃うと、面白いように攻撃がつながるんで、おお、なんだ。キーパー出てますね。えい。わあ。クロスの方が良かったかな。いや、まあ、ラムスがいるんで大丈夫。はい、引いてますね。はい、久保の動き出しでシュートまで行きましたけど、やっぱり久保が使いやすいですね、非常に。この動き出しがあるなら、十分世界と戦えるんじゃないでしょう。というわけでですね、今回は久保、香川、柴崎、南野ですか、カルテット組みました。他にも、遠藤航と、誰でしたっけ、山口いましたっけ、ね、使いましたけど、非常にうまくいきましたね。やっぱりなんか日本代表強いですね、これ。はい、右から、スポットで崩せば十分、ベルギー相手に通用するっていう感じでしたね。というわけで今回これで、はい、終わりたいと思います。